はいみなさんこんにちは、シュックリムのチャンネル栗村ムオムでございます。1月25日月曜日の配信となります。1月下旬となりまして、いよいよレースがですね、いくつかの地域で始まっております。先日ですね、ツアーダウンアンダーの代替レースとしてサントスフェスティバルオブサイクリングということで、UCI レースではない形で アデレードでね、レースが開催されまして、リッチーポートがウィランガフィルを制したりとかね、ダーブリッジが総合優勝を飾るなど、まあ、地元オーストラリア勢中心というところでの戦いになりましたが、2021年のリアルレースが見られております。一方でですね、ヨーロッパの UCI レースの方も開幕,開幕いたしました。まずはですね、スペインで開催されましたコミュニティアートバレンシアナで、 こちらがですね、万山という、まあ、トータルディレクトエネルギーの選手がスプリントで勝っております。まあ、まだあの有力どころはね、参加してないんですけども、このプロシリーズをね、中心としたヨーロッパツアーの方もですね、まあ、結構開催中止延期となってしまっているレースも多いんですが、まあ、一方で開催するレースもね、あるということで、まあ、昨年のように全て停止ということではない状況となっております。一方あのワールド ツアーの方ですけども、2月21日開幕予定の UA ツアー。こちらがですね、すべてのワールドチームを含む有力勢でね、いよいよ本格的なレースとしては初戦となってきますので、注目したいと思います。2月21日ですので、あと1ヶ月弱ですね。はい。で、今回はですね、 そのワールドツアー、いよいよこうメンバーとかね、まあ、出揃ってきました。まだこれからチームに加入する選手もしかしたら出てくるかもしれませんけども、えー、だいぶこう2021年の、ね、形が見えてきましたが、まあ、そんな中で気になるのがですね、やはり各チームのウェア、ウェアというかですね、えー、チームキットと言われてますけども、そのデザインですね、今回、ほとんどのチームが2021年のウェアね、発表しましたので、 昨年とのね、違い含めて、ファッションチェック <laughs>。あの、僕全然あの、ファッションセンスがないので、あの、私にファッションチェックをされること自体が、ま、どうなのかというね、そういうあの、話もあると思いますけども、まずはですね、あの、シュークリムラ、え、おじさん目線で、2021年の各チームのウェアをチェックしていきたいなというふうに思っております。さあ、それではですね、早速、え、まずは、 ワールドチーム、19チーム分ね、見ていきたいと思います。まずこちらのチームです。はい。大きくデザイン変わりました。えー、アージェ・ドゥーゼルです。アージェ・ドゥーゼル・ラ・モンディアル。そして、シトレンがね、スポンサーにつく形となりました。えー、正式チーム名称が、アージェ・ドゥーゼル・シトレンチームということになりますが、まあ、昨年はですね、肩口が茶色、そして、ちょうど胸のところが白。で、そこから下ですよね。えー お腹にかけて水色というデザインだったんですけども、も今年は大胆に白一色まま。まさに私が着ているこの白一色のウェアに、本当にロゴをね、ロゴのみを差し込むというような、そんなデザインとなっております。これはどうなんでしょうね。で、バイクがあの、BMC となってますが、えー、皆さん、このデザインですけども、まだあんまり声は聞こえてこないんですが、個人的にはね、なんか、 結構このシンプルな形っていうのは好きだなと思います。で、2021年のシーズンは結構このね、白とか黒の面積が増えてるチームが多いと思いますねその代表格がアジエドゼルという形になります。はい、えー。そして続いてのチームはこちらになります。はい。アスタナです。チーム名称的にはですね、正式名称は、えー、アスタナプレミエールテックと、 ということで、プレミアテック社が、まあ、サブスポンサーに昇格しているということになります。で、昨年のウェアとの違いでいきますと、まあ、やはり、まあ、数年前から流行ってきているね、グラデーションを取り入れています。まあ、肩口のこのアスタナカラー、アスタナブルーというかね、僕は変わってないんですが、まあ、お腹にかけてグラデーションで色を変えてきていると。で、これ、あれ、一昨年がこの形取ってましたっけで昨年は、あの、 このアスタのブルー一色だったんですね。肩口にちょっと黄色いラインが入ってましたけども、で、今年はまたこのお腹にかけてのグラデーションということで、まあ、バイクパンツとの一体型ですね、えー。こういうデザインとなっております。まあ、ナショナルチャンピオンとしてはエレル・サンチェスがね、いてというところです。はい。まあ、あの、彼はね、スペインの国旗をね、柱だったウェアとなっております。ちょっとね、デザイン的には若干こう、 違った色合いとなっておりますが、はい、そんな形ですね。で、えっ、ー、と、ルツェンコがこの、えー、アスタナチャンピオンじゃなくて、カザフスタンチャンピオン、ジャージを着てるということになっております。はい、えー、どんどん行きましょう。続きまして、こちらのチームです。はい、来ました。我らが荒城選手が在籍するバーレン・ビクトリアスというチーム名称と、 なりますバーレン・ビクトリアスはですねオレンジ色がなくなりましたねまあまあちょっとよく見るとね入ってますけども昨年に比べるとオレンジ色の面積が減っているというような形となっておりますで、えっと、お腹にかけて黒の色がね入ってるんですけど昨年は、えっと、左肩がからこう赤が入ってでこのおなかりがオレンジで で、下がですね、黒でしたので、まあ、そういう意味では、あのお腹のところ黒っていうところはえ、踏襲されてるんですけど、色の変え方が前は、昨年はね、このラインできっちり分けてたんですが、ちょっとこう柄物で分けるような感じになりました。そして胸に入っていた、やはりオレンジが大きくなくなって赤基調となってます。で、グラデーションではないんですけど、やはりバイクパンツの黒とこう,うまくね、あの 上のウェアのこう連動をさしているというところであの、バイクパンツとウェアのこうカラーコーディネートうんですかね、そういったところは、えー、結構トレンドの、ね、形となっております。かっこいいですね、バイクメリダのバイクには、ね、オレンジが結構大きめに入ってますけども、荒、は、汐、いえー、選手も,もうすでに、ね、あの画像何枚かアップしてましたが、非常に似合っている感じでした。さあ続いてこちらのチームです ボーラーハンスグローウェイとなります。はい。えー、ボーラーハンスグローウェイはですね、結構あの、毎年ウェアの色味をですね、マイナーチェンジしてきますが、えー、またこう白基調に戻ったような感じですかね。はい。で、えっと、昨年は、えー、っとですね、このグリーン系の色が結構ふんだんに使われてましたね。はい。 ですので、あ、ごめんなさい。昨年は黒か。肩口が黒で、で、えっと、お腹に少し白が入って、さらに、このサイドから下にかけてね、グリーンがつ,ついてましたね。昨年はそっか、黒基調というようなデザインだったんですけど、えー、今シーズンは逆に上半身がね、白となりましたので、まあ、やはりあの、RJ200 と一緒で、中段の前から見るとね、こう白っぽいウェアのね、えー、一つになってくるのかなという感じです。どうですかね。 サガンも、えー、元気に昨年のね、こう不調というか、まあね、いろんな特殊な事情がありましたのでね、まあ、不調という国に知ってしまうべきじゃないとは思うんですけども、かなり意欲を持ってね、2021年リベンジシーズンという形で気合入っているようです。ただ、他にもですね、もうどんどんいい選手が、ね、このチーム育ってますから、まあ、2021年の台風の目になってきそうですね。はいえー、続きましてこちらのチームです。 おコフィディス。あれなんかあんま変わり映えないかな。はい。えっ、ー、と、いくつかのチームはあまりデザイン変更がないんですが、このコフィディスは、見た感じですね。変わってないですね。おそらく。ちょっとちゃんと見比べてないんでわかりませんけども、まあ自転車もデローザーですから、まあビビアニが、とにかく、ビビアニも先ほどのサガンと同様にですね、やはり復活を誓うシーズンと。 いうことになると思いますが、ただその BBI に先日、まあ、簡単な心臓の、ね、手術を行ったというところで、少し心配です。えー、心拍以上がねあの、トレーニング中に、まあ、発見されたというか、まあ、本人も気づくレベルだったようですけども、まあ、その結果、えー、検査して、まあ、重大な、えー、疾患ではないんですけども、簡単な手術を受けたということです。はい、で続きまして、こちらのチームとなります。はい。ドクーニンククイックステップです。ウルフパック。 もう上昇軍団ですね。勝ちまくってるチームですけども、えー、ドゥクーニンク、昨年のデザインで見ると、えー、白基調でしたよね。上半身が白基調でした。で、お腹にかけて青だったんですけど、まあ、あのー、これなんか行ったり来たりしてる感じですけどね。2021年はこのように今度、全体、青。ということで、まあ、先ほどあの、白と黒のね、面積が、えー、多いチームが増えてるなんて話しましたけども、逆にドゥクーニンクはもう、青一色と。 いうようよなイメージです、まあ、昨年の,の NTT プロサイクリング的な、ね、青系のウェアなんですけど NTT プロサイクリングが、ねまあ、スポンサー撤退になりましたので、まあ、ウェアデザイン変わってますから、えー、このプロトンの中で青一色のウェアというと今シーズンはそっかトゥクニックだけになるのか、まあ、青の種類にもよりますけどもねアスタナとかモ,モビスタは水色でイネオスがもう まあ黒に近い紺ですからね、なので、この鮮やかなというか、いわゆるブルーは、ドゥクニンクのみになる感じです。はいえー、アラ・フィリップはね、世界チャンピオンチャーに来てますから、<laughs> まあやはりね、あのー、今年も最多、チームとしての最多勝利になってくるというか、まあ、狙ってるわけじゃないと思いますけどもね、結果的に、えー、多くの勝利を獲得するんじゃないかなということです。さあ、続いてのチームはこちらです。 はい。はい。ブルーからピンクに一気に変わりました。えー、ただ EF はですね、実はまだこのトップチームの、えー、ワールドチームのウェア、おそらくチームキット発表してないですよね。えー、ラファーがまあスポンサーになってるので、まあ、なんかさりげなく出して終わりということはないと思いますので、おそらく準備をしてるんだと思います。で、デベロップメントチームのあの日歩がメインスモさサーになってる。 スイス席のチームに関しては、先日チームキットをね、発表して、で、まあ EF ピンクがガーッとあって、胸にニッポと、黒の帯の中にニッポと入っているデザインになってました。なかなかね、かっこいい感じで、背中にあのニッポのゆるキャラというかね、キャラクターのミッチーが入ってましたけども、はい。今回ご紹介する中では、唯一まだ2021年のチームキットがね、発表されてないと思います。はい。なので、 今後、ちょっと注目したいと思います。さあ、続いてはこちらです。はい。グルーパーマー F デジとなります。グルーパーマー F デジもですね、これ、ほとんど変化がわかりません。はい。ただ、よく見るとお腹のこうサイドから入ってくるラインですね。が、えっと、昨年はもっとこうビシャッとおへそのあたりまでこういう感じでね、ラインが まあ、トリコローのラインが来てたんですけど、今年はそのラインがもうその、こうお腹のほうまでいかずに途中で止まってるというぐらいの変更点ですね。はい。ですので、あの、白の面積が増えて、そして、えー、この左肩赤、右肩青のアシンメトリーは変わらずですね。はい。で、基本的なスポンサーロゴの配置も変わりませんから、まあ、よりシンプルになったというイメージです。 ティボーピノが、えー、ジロデイタリア、そしてデマールがツードフランスということで、まあ2021、2021年とね、こう入れ替わりましたから、どういう結果になってくるのか、えー、非常に注目したいというふうに思ってます。さあ、続いてこちらのチームとなります。はい、最強訓練、イネオスです。まあ、イネオス、これはですね、リッチポートの写真をそのまま使ったんですけど、ウェアデザイン変更がないということでいいですかね。はい、パッと見。 あんそうですね。だからツール、そうか、昨年の開幕時点のウェアのデザインとは変わってますけど、イネオスグレナリアスになってますからね。ただ、あのツールで発表した、この今の現行バージョンは変わらないというところだと思います。まあ、イネオスはあのシーズン中に結構ね、イネオスというか、プレイスフォーサーのチーム変えてきますからね。またツール前に何かね、あのー、 グレディアニアースというイネオスのオリジナル SUV ですけどもね、車ですけども、これが今一押しですからグレディアニアーズになってますが、またもしかするとブランディング戦略でね、変えてくるかもしれないというところです。現行では、現状ではウェアデザインね、変更は見られません。続きましてこちらです。今シーズンからワールドツアーライセンスを獲得したアンテルマウシェワンティー・グベールということになります。昨年までは UCI プロチームと ということでしたけども、おそこからですね、まあ、昇格をしてきましたが、基本的なウェアの,そのカラーリングは変わらないですね。紺と白と、そしてこれ、蛍光イエローというか、グリーンというか、まあ、そういう色ですね。昨年はチーム名がですね、サーカス、えー、ワンティークベールだったんですけども、そこにメインスポンサーが1個ね、アンテル・マルシェというスーパーマーケットチェーンがつきましたので、ただそのアンテル・マルシェの コーポレートカラーが、えー、とこれが青と赤に、ね、なりますけども、まあ、特にその青と赤一色にするんではなくて、チームのね、こうチームカラーというのは変えずにというところです。でデザインとしては、そうですね、まあ、昨年に比べてやはり変えてきましたけども、えー、昨年のデザインというのが、まあ、上が、ね、白で、そしてお腹にかけて、えー、っとこの緑というか、コーンが入ってたんですけど、えー、今年バージョンはですね、 ちょっとこうベストというかね、肩口にかけて色が入っているというところで、昨年はあの袖も白だったんですが、袖が紺になったという感じですね。このチームは、そうですね、なんかね、大きな結局補強ができなかった印象がありますけども、いぶし銀の選手たちがいますので、 まあそういう選手ね。メインチェスが加わってますからね。総合系グランツールのね。ただやはりもう逃げたりステージを取ったりとか、あとクラシックでね、活躍して、そういう感じの、まずは、ちょっとこう、ワールドツアー初年度としてね、という形になると思います。さあ、続いてのチームですがこちらになります。はい、大きく変わりました。イスラエルスタートアップネーションとなります。クリス・フルムがね、移籍して話題、 とななっっておりりまますがかっこよくなりましたねちょっとごめんなさい、これ、引きの全体の絵なんで分かりづらいかもしれませんけども、えー、昨年は正直ですね、あんまりかっこいい感じをしてなかったです <laughs> あの。全体が白で、そしてあの水色ですよね。水色が胸元に帯で入って、肩口も水色という、まあ、白と水色の,のウェアデザインだったんですけども、すごくシンプルでした。 で今年もまあ,ある意味シンプルなんですが、まあ、白と、そして紺というね、あの少しこう重みのあるというか、なんていうんですかね、その水色に比べるとですね、えー、なんかあのイメージが非常にこう、ななんて言ったらいいんだろう、すいません、こういうね、ワードセンスがあんまりなくて、なんか非常にこう誠実な、なんかこう重厚感のある、ね、紺色っていうイメージがありますけど、でちょっと引きの絵だとね、なんとなくわからないんですが、 あの、選手たちがね、走っているところを見ると、結構、こう、あ、こういうね、合宿中の横からのウェアの感じですけど、紺にね、白地ということで、意外といい感じだなと思ってますし、フルームなんか似合ってましたよね。はい。ですので、イスラエルは、まあ、今シーズンね、最も補強をしたチームと言っても過言ではないと思いますので、 フルームがね、ジロデでイタリアも出るなんていう噂も出ておりますので、ジロツール、ダブルツールをね、果たしてフルームが本当に狙ってくるのか。まあ、あとはダン・マーティンがいたりね、ベン・ヘルマンス、そしてファン・マルク、ダリル・インピーとかね、あの有力選手、さらにウッズも入ってますし、非常に活躍が、いろいろなレースでの活躍がね、期待されるチームとなってます。さあ、続きまして、こちらのチームとなります。はい。あれ 変わってない。ロット・ソーダルということになります。まあ、いつも仲良しで、ヘントさんと、これウェレンスですよね。はい。二人仲良しですけども。よく見るとウェアデザインですが、かちょっと変わってるのかなあ、変わってないか。はい。ほぼ変わってないですね、はい。変わってないと言ってもいいでしょう。うん。で、バイクもリドレーのままですし、 ま、変化がない。まあ、変化がないっていうのは実はいいことだったりしますのでね。はい。あの、チームが安定しているというところで、まあ、このシーズンにかけては結構ね、中堅選手を放出して、まあ、ベテランのネームバリューになる選手は残ってるんですけど、一気にその下ですよね、若返り測ったところがあります。ジルベールがね、世界5大クラシックのモニュメントを残すはミラノ3連もだけになってますから、まずね、これを狙ってくるんじゃないかなというところですし、まあ、とにかく安定しているチームですので、 今年もしっかりとね、いい活躍を見せてくるんじゃないかなというふうに思ってます。えー、そうですね、まあ、ベテランとしてはジルベール、デゲンコルブ、ウェレンス、そしてやはり、まあ、トップスプリンター、カレブ・ユアンを、ね、のステージ優勝というのが中心になってくるでしょう。ですから、そのグランツールのいわゆる総合系の選手が、まあ、不在と言ってしまっていいでしょうね。 まあ若い選手がね、これから伸びてくればまた変わるかもしれませんが、はい。ロットスーダルです。さあ、続いてのチームはこちらのになります。はい。おここもあまり変わり映えがない。モビスターとなります。えー、モビスターチーム、バルベルデがね、先日、今季限りでの引退を表明したということで、まあいよいよね、バルベルデさんも、えー、最後のシーズンになるというところで、まああの、東京五輪を走って、 えー、そして、まあ、ブエルタ・エスパーニャで最後、花道を飾るというところが、プ,プランだと思いますが、そのモビスターですけども、上はパッと見変わってないですね。うん、変わってないと言っていいでしょう。はいえー、バイクもね、変わらずキャニオンというところですから、安定のモビスターというところです。はいえー、続いてのチーム、こちらになります。おまあ、ここはもう、チーム名からして変わりましたからね。 バイクエクスチェンジということになります。バイクも大きく変わってますが、正式名称はチームバイクエクスチェンジですね。昨年まではチーム名がミッチェルトン・スコットということで、肩口黄色、そして全体黒というね、ウェアデザインでしたけども、まあ、これはもうコーポレートカラーでしょうね。バイクエクスチェンジのおそらくコーポレートカラーに合わせてきたということです。サイモン・イエツーツ。 ね、これモデルとなっておりますがアダム・イエツがイネオスに移籍しましたのでいよいよこの双子の、ね、兄弟は離れ離れになって、えー、シーズンを戦うというところですが、まあ、ビアンキーバイクも、ね、スコットからビアンキーに変わっておりますので、まあ、その、えー、ビアンキーの、ね、コーポレートカラーというかこのイメージカラーのチェレステグリーンを、まあ、ふんだんに、ね、使ったウェアデザインとなっています早速、まあ、サントスでも、ね、活躍をしサのサントス えー、フェスティバル・オブ・サイクリングでも、ね、活躍してましたので、はいまあ、どういう、ね、戦いをしてくるのかそしてサイモン・イエーズを、ね、中心としたこの布陣で、ね、グランツールを、ね、どう戦ってくるのが非常に注目ですが、まあ、マイケル・マシューズが、ねえー、チームにまた戻ってきましたしエステバン・チャベスも昨年副長の、ね、副調の兆しを見せてましたので、まあ、基本的にはスプリンターそれからスピードマンが多いチームですから、えー、期待したいと思います。はい さあ、続いてのチームはこちらです。おぉこちらも大きく変わりました。えー、チーム DSM となります。はい。昨年まではね、サンウェブ、チームサンウェブという名称でしたが、今年からはチーム DSM ということで、まあ、スポンサーが大きく変わりました。科学メーカーということになります。DSM。でもう、ねあの、サンウェブは、まあ、コーポレートから ね、しっかりとこ,うこのチームはもうっていうような感じですけどサムウェブは白と赤でしたが一気に DSM のそ DS らくコーポレートカラーのねブラックとブルー基調に変えてきたというところですなんかあのこのウェアデザインが発表された時はお昔のスカイみたいなんていうねあのそんな声が聞こえてきましたけども、えー、バイクもスコットにね変わっております どうですかね夏場のツールドフランスは白基調のウェアにしてくるのか、それともこのまま黒でいくのかというところですけども。まあでも、デザインとしてはなかなかかっこいいですね。あの日常のこう一般、一般儀一般儀って変だな <laughs> あの。普通の方がね、よくあのプロチームのウェアなんか買ったりしますけども、結構このウェアだったらあの普段使いできそうですよね。 まあ例えば EF とかもう思いっきりピンクじゃないですか。かっこいいんですけど、あの、膨張色だったり目立つ色なんで、なかなかあの、ね、普段でこう玄関出て EF の人がボーンって出てきたらちょっと近所の人びっくりしちゃいますし、あの、普段使いっていう意味でね。そういう意味では、あの普段使いに比較的使いやすい、あの、ウェアなのかなという感じですし、中段の中でも意外と黒ですが目立つかもしれませんね。 はいでえー、とチーム DSM ですが、まああの、注目選手はやはりロマンバルデが、ね・ロメンバルデが加入しましたので、まあ、バルデ、ロッシュ、ビノート、そして昨年ツールで、ね、ステージ2勝上げたクラワナスン、でヒルシが、ね、これ移籍してしまいましたので、ちょっとあの電撃移籍でしたが、はい、UA に行ってしまいましたからね。まあ、でもあの、いい選手多いですので、えー、注目。 と,いうところですさあ続いてのチームはこちらになります。あ、はあ、い、ヒュンボビズマ。ねこの今センターに立っているトム・ディムランが、おとといですね、無期限の活動休止を宣言しました。まあ、あの、数ヶ月で戻ってくるかもしれないというふうには言われておりますが、いわゆる燃え尽き症候群バン、バンアウトだったのかなという感じです。あのチーム合宿に参加していながら、えー 突然ね、この活動休止というところでしたので、まあ、本人があの動画インタビューでしっかりと今の現状というのを、ね、説明してましたので、うん、ただね、ちょっと心配ですね、怪我もありましたし、まあ、そういう中でいろんな、ね、プレッシャーと向き合う、えー、それが徐々に重、ね、荷になっていたというふうに本人も言ってましたが、まあ、ツールメンバーが、ね、先日発表されて、デュムランも入っていたんですけども、まあ、これでちょっとデュムランがツールを走れるかどうかは分からなくなってきたと。 春先のクラシックも走るという、ね、発表もしてましたが、ちょっと春先のクラシックはディムラン走るのは厳しそうですね。ただやはり、ログリッチね、クライスバイク、そしてフルーネウェーヘン、スプリンター、まあ、戻ってきます、5月から謹慎、あの出場停止処分がね、明けますので、そしてなんといってもね、やはりファンアールと、まあ、契約延長2024年までしましたので、一時はね、あのイネオスに引き抜かれるんじゃないかなって話もありましたけど、 やはりこのファンアールドがね、中心的になってくるのかなと。さらに、えっ、ー、と、ベネットが、まあ、ジロディテリアでね、単独エースを張るなんていう話もありますので、まあ、メンバーはいいですよね。サム・オーメンも入りましたし、まあ、テウニスセンなどもいますので、はい。えー、相変わらず、あのー、デュムランがね、抜けても、最強軍団の一つであることには変わりありません。で、肝心のウェアですが、変わってないです。ほぼ変わってないです。ちょっとこの上にあるちっちゃいスポンサーロゴの配置とかはね、 変わってるかもしれませんが、全体のデザインは変わっておりません。メインスポンサーのユンボもスーパーマーケットチェーンですが、えー、非常にね、今、売り上げは上がってるということでね、小売りの、まあ、恩恵を預かってる側のスポンサーをゲットしたと。ゲットしてたことは、まあ、幸いだったのかもしれません。はい。えー、そして続いてのチームはこちらになります。あ、大きく変わりましたね。はい。えー、こちらの、正式名称がクベカアソス。 チームクベカアソスということになります昨年までは、ね、NTT プロサイクリングということで、まあ、ブルーからグラデーションでブラックに変わっていくそして肩口がブラックというデザインでしたけども今年は大きく、ね、この白基調のデザイン白ともうブラックですねモノトーンのデザインに変えてきました、えっと、そうですね、まあ これも非常にいいですよね。デザインの雰囲気は。はい。ねこのクベカロプロジェクトのね、この手のマークも入っておりますし、そしてメルセデスとね、このアソスのロゴがこんなに大きく入ってるんですね。こういうのもちょっと特徴的なのもね、えー、結構斬新な感じがします。はい。で、BMC、肩口の BMC は昨年と変わらない感じ。 で、入ってますねはいでクベカ・えー、アソスに関しましては、えっとですね、えー、っと、まあ、メンバー的には、あのこう終盤まで結構募集をしているというか、あの他チームからあぶれてしまった選手を中心に、結構、終盤までね、あの募集。 選手との契約交渉を、ね、してましたで。主要選手としては、ポッドビーボ、ニッツォーロの、ね、イタリアの2人、そしてセルジオ・エナオ、さらにファビオ・アルが加入しました。えー、その他ね、サイモン・クラークだったりとか、あとまあカンペナールズもいますし、えー、バルシャエドとかね。あの、いい選手は、なんだかんだで結局ね、多くなりました。ロバート・パワーも結局入ったというところで、意外と途中ね、こう、チーム危機的な状況、 であの年間の運営資金も足りないなんて話も出てましたけども、ふ、まあ、蓋を開けたら、あのまあまあ、ワールドチームとしてね、戦えるメンツになってますし,し,し、もしかするとね、まとまるといい成績を上げてくるかもしれません。ウェアデザインも変わって、新規一点というところです。えー、クベカスあと、そうそう、なんかあの、もしかしたらね、大きいスポンサーが、大型契約もね、あの結べるのかもしれないなんていう報道もされてましたので、 意外と途中で一気にゴーンと大きくなってね、来年有力選手をバーンと獲得するかもしれません、はい。さあ、そしてあと2チームとなりました。続きましてトレックセガフレードとなります。はい、トレックはですね、見比べるともうウェアデザイン変わってないですね、はい。変わってないと言っていいでしょう。スポンサーも変わってないかな。ちょっと細かくもしかしたら変わってるかもしれませんが、はいえー、変化なしというところです。 でえー、やはりこのチームは、まずね、ヴィンセンツォ・ニバリが、まあ、主要選手としていますし、モレマ、ステイヴェンね、ねそしてピーターズン、元世界チャンピオン、ピーターズンにブラン・ビンラ、トゥーンス、えー、宿員医がいて、チッコーネがいて、ね、ほ、えー、他にもいい選手が、ね、いっぱいいますので、まずはニバリがどう戦ってくるのかというところが注目です。ジロデイタリアね、ねまず出場してきますし、ダブルツールかな、ニバリは。はい えーもうね、年齢も結構2割もいっておりますので今2割が何歳になるんだえー、っともう36歳かそうかベテランですね大ベテランはい注目ですさあそして最後のチームになりますこちらですおずっとツイッターなんですけどインスタになっちゃいましたなんかね UAE のツイッターがあの見れない感じになってまして公式ツイッターが。 あれなんでかなと思って変わったんですかねちょっとあの、公式ホームページから言ったんですけども、まあ、そのリンク先のツイッターが見れなかったんで、ちょっと急遽ね、インスタにしましたが、若干変わってます。えっと、まずちょっとね、ウェアの変更点だけ口頭でお伝えすると、パッと見わからないんですが、昨年はもう真っ白だったんですね。真っ白に胸元に赤いラインが入って、そしてちょっと UAE の、ね、国旗が入ってたんですけど、今年は肩口が黒になってます。なので、まあ、ざっくり言えばですね、 そのこの袖の黒が入りましたよっていうところで、あとはそんなにね、変わってないですかね。はい。で、細かいスポンサーとかもそんな変わってないですね。まあ、カンパニオーロ、そして、えー、とコルナゴという、もう、生っ粋のね、こうイタリアンバイクを使って戦うというところです。まあ、UAE といえばね、もうポガチャルのチームですし、また、ヒル氏がね、加入しましたので、えー、ウリ氏がちょっとね、 あの、心臓の手術をするなんて心配なという情報もありましたけども、トレンティンが加入して、そしてマイカもやってまいりました。だから、本当にチーム力はね、またグッと上がった印象ですので、ああ、ヒルシとね、ポガチャルと、あとまあ若いマクナルティなんかもいますけども、なんかね、あの、うん、最強チームは実は UAE なんじゃないかなっていうぐらい、結構ね、いいメンバーと、 ななっておりますので本当にね注目だなというところですはいということで、えーっと、30分かかっちゃいましたね。<laughs> UCI、えー、ワールドチームの、ま、2021年のですねウェアデザイン、えー、こちらをご紹介いたしました。またあの、ま、UCI プロシリーズのねアルペシン・フェニックスなんかも、ま、UCI ワールドツアーにもチームに近い形でね前線出てきますので、 マチューファンデルプールが在籍していて非常に注目なんですが、今回はね、ちょっとウェアデザインね、ご紹介できませんでしたけども。まあ、こういう形で、あの、J スポーツの方でもですね、あの、まあ、いくつかのレースが、放映予定のいくつかのレースがね、開催ちょっと中止になってしまったりはしてるんですが、あの、ヨーロッパ、先ほどお話し,しましたように、すべてのレースが止まってるわけではないので、まあ、順次、J スポーツの中継の方もね、このニュージャージの走る選手たちをお届けする形で始まると思いますので、 えー、皆さんもね、その瞬間というその瞬間ってどうですかですね。<laughs> あのシーズン開幕を、えー、お待ちいただければなというふうに思います、えー。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。週、え、のー、チャンネルそれではまた次回お会いしましょう。さようなら。